ご乗車ありがとうございます。はい、どうされました。おー、京子、もう仕事終わったの？お疲れ様。ん？あ、今待ってなくて、先取って、あと30分ぐらいで仕事終わるからさ、恋の特急で追っかけます。じゃあね、バイバイ、気をつけてな。はい、どうされました。おー、美穂、どうしたの？ん？え？財布忘れた？マジで？俺あげたやつ？ちょっと待って、電車の中、電車の中ね、ちょっと待って。あ、お疲れ様です。豊橋の宅安ですけども、財布の忘れ物ってありますか？はい、ビトンの茶色の、はい、四つ折りですね。はい、あります。四つ折りの財布なんてないですよね。二つ折りですね、すいません。はい、あ、あります。あ、はい、よかったです。あ、名古屋おろしで、かしこまりました。はい、お願いします。ちょっと見よう、財布なかったってどうすんの？嘘嘘嘘、あったって、名古屋で降ろしてくれるらしいからさ。うん、次から気をつけろよ。じゃあ着払いで送ってもらうようにしとくな。うん、気をつけたら、バイバイ。本日お雪の影響で列車遅れております。大変ご迷惑をおかけしております。申し訳ございません。はい、どうされました？お、ゆうか、どうしたの？うん、あー、そうだね、今電車完全に止まっちゃってるから、ちょっとまだいつ動くかわからんのだよな。そうやな、うち帰れんよな。もう終電もしかしたらこのまま出ないかもしれないから、よかったらこれ鍵渡しとくからさ、うち取りない？いいよいいよいいよ。俺も多分ね、もう2時間ぐらいしたらで帰れると思うからさ、ゆっくりしとって、うん、帰ったら一緒に雪だるま作ろう。じゃあね。あの気持ちが好きなの、もう少しだけここにいさせて、そんな顔で僕見るの。